紫のカーネーションムーンダストに改名お願いします。いや青はこれだからね、これ紫だからね。こんな感じで、はい知ってる、あの余談だけど、だんだんこう茎が曲がってくる。あのこのね、茎がちょっと古くなるとこれ茎がカク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 してるんですよ。だからこのムーンダストが新しいか古いかって、ここの茎がカク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 してるかどうかで分かるんですよ。だからこれなんか同じ日に来てるけど、これとこれで言うとこっちの方がちょっとカクカクしてるでしょ、これ、うん、多分こっちの方が最下が古いんだと思うんだよね、うん、あの、うん、なんか知らないけどそういう特徴があるんですよ、ムーンダストって、うん、ただそのカクカクしてくると意外と折れないね、こいつカーネーションなんだけど、うん、だからデザインはしやすい、カクカクした、うん、だから面白いデザインにはできるんだけど、まあ古くなるとカクカクするということですね、うん、まあ、ちょっと覚えておくといいかもしれないですね。いや皆さんもサントリーさんにお願いしましょう。ムーンダストは紫のカーネーションです。ではしないじゃん、2日ぐらいしかもないから、いい匂いなだけで、うん、